学1年生数学。おはようございます、こんにちは、こんばんは、なるみ塾です。今日の中学校1年生数学は方程式の5、ちょっと派手な分数のやつやっていきます。これ文字式の計算の時に出てきたような形だよね、こっち側が。これ嫌いなやつですよ、結構みんな。なぜなら分配法則が書かれているから。で、まあ前文字式でやってね、結構嫌いな子が多いこの形で、まあ方程式にしてみたっていう形なんだけど、まあ文字式の復習の要素が強い気がします。で、まあやっていきましょうね。早速これを見た時にさあ、前あった文字式の話、あれ通分でした。これ通分です。6分ので通分して計算していきます。ただしこれは方程式ですよ。分数は整数に直すんですよね。分母を消して3と2が分母ですよ。何かけたら消えます？3でも約分できて、2でも約分できる数を選べばいいんですよ。それは6です。6をかければいいんです、両辺にね。じゃあかけるとどうなるのかって言ったら、6かけましょう。まあ一応カッコ書きみたいな感じで書こうか。こうだけど、まあ意味としたら分配要素なんで、これかけ6、これかけ6、ちょっとあれか、分けて書いてみようか。わ、何この丁寧な感じ。こっち0だよね、0か6なんで、はい。で、こんな感じです。もう分配要素、ちょっと今日はクソ丁寧に分配要素の形を変えてみました。両方に6をかけるんだぞ。で、かけて、約分するよね、最初に。で、これとこれ約分して2になって、これとこれ約分して3になって、2、3になって、この2は、ここが今日の主役だ。6かけるのって言ったら、ああ、この前やった形だねって分かると思うんだよね。例えばこっち側とかだと4と3が分母なので、まあ、12かければいいのかな。これは分かると思うんだけど、かけた後の処理ですよ、主役なのは。かけた後の処理がって言ったら、かけたらこう2とか約分してこうなるんだけど、はい、いくよ、こうだよ。こいつらがちゃんと残って2、こうだね、こうだね、こう書かないといけなかった。わかります？2が残りました。2はどうなるんですか？2は x たす2の前にカッコでここでかかるんだよ。3はって言ったらこれのカッコでかかる。3の前はこの3はこの x たす3の全体に変わるんだけどカッコです。ほらほら、文字式の計算でさ、これ通分して解くときもさ、こういうふうにカッコ出てきたよね。分配法則が書かれてるんだよ、こういうふうに上が式になってる分数はね。で、その話がまたこう現れちゃいます。まあ逆に言うとこれだけです。通分、あ、ごめん、間違った。分母消せる数かけて、約分し終えた後に何か数字が残るけど、その数字が括弧の前に来るんだよ。それだけです。さあ、あとは計算していきます。さて、一応、まあ、整数のみの形に直せっていうのはこの問題の例題なので、両方に3も2も消せる数をかけて、そ、まあ、結局のところそれぞれにこの数をかけていったら、こういうふうに、約分ができてちょっと綺麗な形にできました。でここで終わりでいいんだけど、まあ、ちょっとこれ解くためにちょっと一回カッコ外してここを答えにしようかな。1個上の形でももちろん答えでいいよ、整数だけになってるからね。まあ、ちょっとここまで答えにさせてください。はい、こんな形です。終わりました。整数のみの形に直してます。まあ解いてないけどね、解けるでしょ。いつも通り、なんかこっちに文字、こっちに数字集めて XY に持っていけば解けます。
解くこと自体はあまり問題じゃないんですよ。簡単だから、みんなまあある決まりを知ってれば。でもそれに持ち込むっていうのが、まあこの前ね、方程式3でやった形や、まあ、今やってる方程式5でやってる形、どう整数に持ち込むかが主役です。さあこっちもやっていきましょう。こっちはって言ったら、もうさっきちょろちょろって言っちゃったけど、4と3が分母です。4と3が分母ならば、両方とも約分で消せる数は一体何ですか。12です。12かけます。両方に12かけます。もちろんここはこっちと同じように書いていこうか。分配法則で、はい、でこっち右辺はマイナス、はい、こんな形です。はい、かけてみました。12かけて、それぞれに12、12でかかって、でこっちはもう計算し終えた、マイナス1だけ12なんで計算し終えた。はい、約分します。約分しますと、12点でピッピ3ピッピ4、そしてこの話だ。この残った数字3や4が残るんだけど、この残ったやつが、はい、こんな風に括弧を作ることになります。作った形書いていこう。はい、カッコ作ってこんな形になってしまいました。ここがね、この問題だとこうだよ。はい、カッコできました。でカッコ外しましょう。え、一緒じゃないですか。そう、一緒ですよ、こっちとほとんど。なんで同じような問題を、いやいや、まあまあ、こっちはこっちであるんです、あるんですよ。ありますよね、皆さん。これ絶対経験あるんですよ。ここっすよ、問題は。何が言いたいのか。ここを言いたいんですよ、私は。わかるかな。わかるよね。マイナスの分配、マイナスの時の分配法則はちょっと注意がいるよね。符号が変わるから。はい、いくよ。書いていきます。ちょっと暗算でバラバラにしてみて。暗算でバラバラにしてみて。できた。書く。正解してるかな。9x-21-8x+4=-12。ここですよ。引く1になるやつとか、引く1になるやつもちょっと論外かな。書けないとか、分配法則なんでこう書けないといけないよって話なんだけど、これを引く4にしてる人いるんじゃないですか。前もやったことある人、いや結構いると思う、たくさんいると思います。この分配法則外すときね、めんどくさいよね。外し方はって言ったら、まあ、ちょっとおさらいしておこうか。こことかはまあこうだね。 3をこうかけていくんだけど、ここは4をかけていくんじゃなくて、こいつで見るんだよね。マイナス4をかけていくっていう考え方をしなきゃいけないんだよね。だからマイナス4かけ 2x でマイナス 8x、 マイナス4かけマイナス1でプラス4だ。ここをついついうっかりしてる。もう自然にね、できるようになっていれば素晴らしいと思いますけれども、結構まだここは分かりやすいところだと思いますんで。はい、でこういうふうに整数に直しました。で整数に直して、今日はこれで終わりです。先生、X まで出さないんですか。だって整数の人たちに直せって書いてる。で、これを解くのはもう君たちそろそろマスターしてるんでしょ。 X に持っていく方法、まあ簡単に言うとこっち文字集めて、 X 集めて、こっちに数字集めて、計算して、で X に持っていけばいい。自分でやろう。大切なのはこの派手な形、前文字式の時はこれ通分したので、分母が残っちゃってなんか結構派手な形になったけど、今回方程式やると両辺に同じものをかけるっていう技があるから、それをかけることによって実はね、分母を完全に消せちゃう。これは方程式3でもやったけど、分数の時ね、分母を完全に消せちゃう、こういう派手な形でも消せちゃいます。ただしこの問題では
分配法則の形が最後出来上がるので、ここで一手間かかる。だからここでミスしないように注意してください。後ろも前も、括弧の中の後ろも前も書けるんだぞ。こんにちは。次の式を整数のみの形に直してみよう。まずは練習です。始まります。この速さについてこい。準備はいいですか？準備はいいですか？最後の問題です。ちゃんとやれよ。ということで、まあ難しい簡単は人それぞれだと思いますけれども、皆さんちょっとまあ計算がちょっと重くなります。頑張ってやってみてください。はい、それでは今日の授業はこれでおしまい。ありがとうございました。